ビンネンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選州のニーンブルク、ベーザー軍に属す、町村である。ビンネンは、ベーザー川沿いにブレーメントハノーファーのほぼ中間に、位置する。この町は、リーベナウに本部を置く、ザムトゲマインでリーベナウに属す。ビンネンの町議会は11議席からなる。2001年から、ハインリッヒショムブルクが名誉職の町長を務めている。 上部から下に向いた緑の三角図形により三分割三角図形の中には金の車向かって左側は金字に黒い玉マの角の先端部向かって右は金字に緑の多くの葉ビューレンの教会は13世紀に建てられたロマネスク建築であるこの教会は30年戦争で甚大な被害を受けた戦争 修復のための資材不足から、教会の壁に開いた穴を塞ぐのに、レンガではなく荒石によって補修がなされた。この補修跡は現在でも外壁に見ることができる。内部は簡素な造りである。ゴシック様式の荒いラ,ライバンは15世紀のものである。19世紀前半に完成したオルガンは、記念文化財となっている。ビンネ年ンへは、荒野から、シュトルツェナウに至る。 修道351号線でアクセス可能である。ありがとうございます。